今日は歯医者さんに来ました。さて今日はサテのチャレンジャーに向かっています。その前にマプちゃんは口腔外科、口腔歯科に寄りました。先日痛かったところ引き続き歯を見てもらおうと思って、なんかすごく今日行った桜木歯科さんというところに行ったんですが、桐生にある、なんか9時、8時53分ぐらいに行ったけど、なんかもう先にかかってる人がいて、まあなんか飛び込みに入った人かもしれないけどね、それでかもしれないけど、9時からということで9時で予約をしてたんですけど、マープは8時53分ぐらいに行ったけど全然待たずに入れてもらえた。普通マープの今まで行ってた歯医者ってほんと9時になったら9時過ぎてからじゃないと入れてもらえなかったのに、この歯医者は本当にすごいと思った。でもたまたまかもしれないけどね。にあったカルビーポテトチップスご褒美チーズ味 72g、 コンビニ限定サイズ、ふんわり甘酸っぱい5種のチーズと蜂蜜使用だって。カロリーは398キロカロリー。カマンベールとクリームチーズとチェダーチーズとモッツァレラとエメンタールチーズと蜂蜜が入っております。ものすごいチーズの香りがすごいです。で味はというとそこまでチーズの味はしないけど、この香り初めて食べる、こんなチーズ味のポテトチップス、5種も入ってるのすごいよね。美味しい、ね、やばい、うまい、鼻に抜けます、美味しいです。すまん、もっと食べる？もういい。止まらないですね、これ。うますぎ。うますぎ。うまいね。あ、うん、これかな。いいよ。うん、ベーシアで買ってきた黒糖まんじゅう。100円。黒糖まんじゅう、こんな風になっています。黒糖生地に練り込んだこしあん仕立ての黒糖まんじゅうです。どんな味だろう。うよ、普通にこれ白あんが入ってる栗まんじゅうは食べたことあるけど、黒糖でしかもこしあんっていうのはね、ちょっと塩が効いててね、うまいですよ。これ100円のゴルフじゃないよ。美味しいです。本当。黒糖まんじゅう。ねえねえ、キヨちゃん。この間さ、ナタデココのさ、入ったさ、ジュース買ってきたじゃん。サンガリアかどっかの。白ぶどうのやつ。あれさ、ベーシアじゃなくて、ダイソーでカネコ買ってきたとき、100円だったんだよね。ね、で、ベーシアだったらいくらだったの？多分89円だと思ったな。やっぱベーシアの方が安いんだな。安い、そりゃそうや。昨日だって仕事しててさ、そのナタデココの白ぶどう入りのやつさ、見ててさ、多分なんか飲むとさ、ナタデココがずるずる口の中入ってきて、仕事中なんか食べながら仕事してる、なんかいや、気色悪いねなんて思いながら飲んでたんだけどさ、あれでもナタデココってなんかあれだよねなんて思ってさ、違う、なんかあれナタデココってなんだっけと思って、あ、昔でも結構流行ったナタデココの入りのさ、フルーツ、鳥が飛んでる。でさ、そうか、こんなコマーショルあったよねと思って仕事中さ歌ってたんだけどさ、天然自然のヤシの実の香りよ、ヤシからなてら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 ってさ、コマーシャル、篠ひろ子さんかなんかがコマーシャルしてて、あ、そう、なんかそのなんだ、ヤシの実だっけ、ヤシの実洗剤の、そうコマーシャル。でもこんな風に思ったけど、昨日なんか YouTube で見たら、あ、ちょっと違ってたと思って、まっちゃん勝手に
作っちゃったみたいな、ちょっとね、なんかこういうんだったかなと思ったら違うんねと思ってさね。でもあれはうまいけどさ、仕事中飲むもんじゃないきょうちゃんな。なんかナタデコがクニクニして、あいつ何食いながら仕事してんだ。いっぱい入ってるね、うん、そうね。でもさ、もうちょっとでっかいとでも喉つったじゃんか。そりゃそうや、危ないわ、うん、なんかナタデココって言ってもうちょっとでっかい雰囲気があるんだけどさ。あ、タピオカとごっちゃになってるんだろう、うん、タピオカまでは大きくない。タピオカはちょっとあんまり好きじゃなかった。ちょっとなんかカエルの卵みたいな感じ。ほら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 。違う、だから違う、その見た目がちょっとエグくて、うん、ちょっと食べるの無理だったの、ばあちゃんは。うん、うん、だっていくらもダメだもん、うん、鮭好きだけどいくらはちょっとなんかいそうな感じ。食べきれないな。うん、そう、なんかでも赤いのついてる、なんか出てくる、なんか出てくると思ってさ。それがうまいんだよ。でもさ、口の中でさ、なんか出てくる出てくるって思う。あれあれ、あの中身が口の中出てくる出てくると思うとさ、食べれなくなっちゃって。好きな人は本当だから、セコマのあのシジコのおむすびも気になるんだけど、あの口の中でなんか出てくるって思ってさ、ね、出てくるから美味しい、出てこないで美味しくないよ。でもなんか出てくるって思うじゃん、ね、まあ、好き、そう、食わず嫌いってやつなんだけどさ、ね、ちょっとね厳しいよね。ただいまの時間は11時12分。ただいま板倉の前を通過中、354をまっすぐ通って、それで何だっけ、ワンツーズ通るんだっけ。いやいや、354から4号へ。あ、4号に抜けて、ワンツーズは通んないんだっけ。え、ワンツーズは通んないんだ。ワンツーズは通んない。あ、そうか。さて、今はマイケル・ジャクソンさんのバットを練習しながら行っていました。ただいまもう栗橋に突入しております。聞いたことはあるけど歌おうとしたことないから、今英語中毒になっております。ね、メロディーが知ってれば、まあ、乗せられるかなと思ってやってるけど、英語の発音がやばいからなるべく伝わるように歌いたいなと思ってね、キヨちゃん。さて、そろそろ栗橋の第一劇場にちょっと見えてきた。でも11時49分。あ、でももう見えてる。新幹線が通った。あ、新幹線。ハヤテが通りました。ハヤテが通りました。色が綺麗だね。うん、グリーンの色が。ね。こう、あの、ほんとなんかね、明石と似てるよね。すごい、もう車がすごいじゃないですか。いや、もういっぱいですね。今日は特別割引デーですね。11時49分。雨降ってるから、あの、仕事しとか休みだから、もうここ来ちゃうんかね。そうかもしれない。母ちゃんに仕事行ってくるって第一劇場やんって。お水がどんぶりどんぶりこっこだって。どんぶらこっこやん、ずいぶん増えてったん。水鳥が空まで行っちゃうね、えボヨンって飛んじゃうよって思って。ボヨンボヨンじゃないですかね、ボヨンボヨンですよ。もうなんかだいぶ増えてるじゃん、なんか水不足解消ですね、これで。恵みの雨ですよね。そのサテンの方とかちょっとお米作ったりしてるとこが多いからね、雨は降らないとね。雨不水だもんね。明石の方もよくお米取れたけどさ、やっぱ毎日のように雨だったよね、きよちゃんね。まあそんなすごい雨じゃない、でもすごい雨の時もあったよね。でもだからお米が安かったよね。美味しいお米が安く買えて美味しかった。お菓子食べ過ぎてしゃっくりが出てきた。ね、の権現堂公園、何個目の権現堂公園かわかんないけど。さあ今日はちょっと、まあ桐生よりは雨の粒が小さくなってきたね。綺麗のがもうちょっと雨がでかかったね。さて、権現堂公園に入りました。でも桜は見ないので、隣の桜ファームさんに寄ります。うん、お弁当が食べたいのだ。あの麻婆豆腐弁当うまかった、書いてあるの。あ、でも屋台の人はどうしてるんでしょうか。あ、でもね、出てるのかな。
けど全然おらんがな、うん、だって雨降ってるからな、もうなかねんなんねで、でもほらあの天気のいい日はやっぱりね、でも今河津桜散っちゃったかね、係の人だろこういう人は、あのあるの宮地だから、うん、でもあれか最近咲いてやつが咲いてるのか、まあ、わかんないけどどうなんだろう、でもまばらにいるよね、いやこれ業者さんがほら一応あの屋台、ね、業者だよね、うん、見てるんだろうけど、それにしてもこりゃ、うん、いいか屋台がすごいよね、あれ今日やってるよね、水曜日です。来ねえよ。桜ファーム来ました。まもなくチャレンジャーに着きます。今日はどういうわけだか。まー、あ、ちゃん運転中。きよちゃん。桜ファームで入れ替わりました。入れ替わって。きよちゃんは助手席。今日はどんな意気込みですか。今日はきよちゃんやっぱりパチンコ頑張るよ。今日はやっぱりきよちゃんパチンコ強いよね。今日はキヨちゃんパチンコやっぱり勝つよね、ちょっと2連敗なので頑張りましょう。そう、先週は2連敗してしまいました、珍しい2連敗、さすがに3連敗は避けたいところです、ただパチンコは時の運、まあ運に任せるんじゃなく実力を発揮しなければいけません、頑張ります。でも勝とうと思ったら勝つと思えば負けよ、なんか今日だ全然違う歌になってるけど、あそうか、まあいいんだけどね、うん、でもそういうこと、うん、まあ飲まれないこと、そうだね、であの楽しむこと、そうだね、要は遊びに来てるんですから、そうだ、ね、まあ、お金も欲しいんですけど、どっちかっていうと遊びに来てるんですよ、きよちゃんはストレスを解消しに来てるんです、うん、だから思う存分楽しみましょう、はい、それが一番です、はい、まーちゃんはマイケルの歌を頑張って覚えます、覚えて歌おうと思ってます、うん、ね、発音悪いけどね、マイケル・ジャクソンって言っちゃってるもんね、うん、ね、あ、なんかすごいセブンがめっちゃ重いですね、今日はまさか天休日じゃな、調べてくるの忘れましたけど、あ、やばい、あれ12時、あ、でも確か20何日だったよな、26、あれやばい、休み今日調べてくるの忘れたな、やばいな、あれ、あ、いいよかった、大丈夫だな、やってるじゃん、うん、やばい、あ、ずいぶんいるいる、今日は大丈夫でした、到着いたしました、危ないとこでしたね、お前ちょっと欲しいか、そしてキヨプは行ったのであった。ただいまの時刻は何時だろう、今日は天休日じゃなくてよかった、調べるの忘れた、12時26分スタートです。さて、さくらファームさんでお手洗いを借りている間にキヨプーがさくらファームでお使いをしてきました。あ、なんかかわいい桜、これ桜のマークかわいすぎ、農産物特売所、はい、で、さいたまの桜ファーム、袋初めてもらったら今日持っていくの忘れちゃったんだよね、車なかったけど、なんか桜ファームの森竹商工加工品弁当箱、あのシールが貼り付いちゃった、シールが貼り付いちゃった、なんでこんなことが、ダメだ、シール貼り付いた、天むすとあとさって宿権現堂包み、道明寺桜餅、関西風、うん、お菓子寺井上さんの、うん、お団子押し打ちのね、桜餅ですね。そう、さあ、食べてみましょう。キヨプーは、ハングリーの方がいいということで、食べませんでした。エビも美味しい？美味しい。うん。うまいね。うん。ねえ、なんでね、お寿司の軍艦みたいな感じになってますね。うん。軍艦がちょっと太った感じ、ね、おいしい、これナルトだもん、ね、あ、いかんうまい、うん、端にいるのがナルトだろうね、ナルトって面白いよね、うん、あ、やだ、うまいだね、ほんと
あ、こういう風に揚げてあるんだ、このナルトがほら。縦になってる。うん、そう。ああ、こんな感じ。うん。あ、美味しそう。いただきます。薄味でうまいよ、みんな。すごい匂いがもうね、あの、これを開ける前からね、匂いが、あ、開けてからか。すごい、うまそう。うん、こんな感じ。道明寺桜餅だって。井上さんいただきます。ハーニー。はい。ありがとう。うーん。まばか。もう、取りここがいたのに。うん。いつの間にか雨が止んでました。うん、まだ終わってないけど、キヨプが来たの。うん、お昼休憩できて、今うちらは野田に行きます。野田のお醤油屋さん、今野田に向かっています。電車が来ました。あマープもキヨプも電車が大好きです。最近乗れないけど、すれ違い、はい、うん、すごいね、うん、バカにゆっくりだ、うん、だってすれ違いだからな、そうだめな、両方だからな、雨降ってるし、うん、滑るんだめな、こういうやつだってね。雨の日はね、電車もやっぱり線路がね、もうちょっとあと8分で着くみたい。店屋さん、菜の花が切る。ここから千葉県に入りました。もう少しで味噌屋さんに着きます。欅夢ロードなんて書いてある。創業享保、うん、2年の漬物の坂倉さんに来ました。たくさんいろいろ親切な店員さん、外観も綺麗で、なんとかもたくさん飾ってあって、格式のが高いけどすごく親切な店員さんがいて、なんか面白いお店が結構ある、ね、野田も面白い、すごい。なんか野田は結構都会でね、いろんなお店があって楽しいです。また野田に遊びに来たいと思います。なんだろう、日の屋カレー優勝店なんて初めて見た。ただいまの時刻は6時6分。よく遊んできました。野田まで行ってきました。初野田です。うん、野田にあるあのお味噌屋さんに行ってきました。でもお味噌は買わなかったな。あれでもなんかすごい川中島醤油、たまり醤油というのが美味しいというのを見ていきました。ですごく感じのいい店員さんっていうか、もう奥様かな、うん、の方にたくさんサービスしていただいて、ラッキー。なんかすごく感じのいいお店だったので、また野田の方に遊びに行って行きたいと思います。ひよちゃん、今日どうでしたか。投資が4800円、うん、回収が7000円ちょうどですから、あ、2200円。あ、そうですか、はい、なんとか。まだ3500円使ってきちゃいました。ああ、大丈夫です、うん、あの野田の野田にある、ね、醤油買ってます。そうそうそう、あのね、たくさんたくさんいただいちゃいました。ああ、そうなん、うん、今日はサテのチャレンジャーの帰りにサテにある生鮮&業務スーパーに寄ってみました。9時までです。ただいま8時半を回っている模様。キヨプは早く買ってこれるかな。まもなく栗橋第一劇場前を通過いたします。ただいまの時刻は8時49分。もうまもなく閉店じゃないでしょうか。それでもお客さんまだ、まだちょっと、まだとちょっとどころやない、まだ結構残ってらっしゃいますね。結構出ますな、ね、